東川町と美瑛町にまたがる秘境天人峡温泉。羽衣の滝など風光明媚な景観が魅力ですが、迫力満点の柱状節理を眺めながら源泉かけ流しの足湯も楽しめますが、すぐそばには廃墟と化したホテルが放置されています。業績悪化による倒産や休業を続ける2軒のホテルが国有地に廃墟化した状態でおよそ5年以上も放置されています。温泉街で唯一の宿を経営する水野明人さん、長年廃墟化したホテルによる治安の悪化に悩まされてきたといいます。まあ、夜その、まあ、若い方がなのか分かんないですけど、まあ、あの車で来て、騒いで、で、中を荒らしてっていうのがここ数年はあったので、改善していきたいなって、まあそうですね、ずっと思ってました。こうした中、国は今年4月に国有地の使用許可を更新せず土地を不法占拠しているとして天人閣の所有会社を提訴、建物の撤去と土地の明け渡しを求めています。原告の国の代理人が旭川地方裁判所へと入っていきます。今日開かれた初弁論、しかし経営実態がない会社側は出廷せず、裁判は即日結審しました。判決は今月19日ですが、国の請求が認められた場合、東川町や美瑛町が国の補助金を活用し、今年度中にも2軒のホテルの解体を始めたい考えです。解体費用は10億円以上ですが、費用の一部には税金が使われます。東川町と美瑛町ではホテルを解体した跡地に公園や足湯などを整備し、再び観光客の誘致を目指しています。天人峡で宿を経営する水野明人さん、期待を持って裁判の行方を見守ります。一歩を踏み出せたっていうのは非常に嬉しいことだと思っています。専門家はバブル期などにホテルなどに投資をした結果経営難となり廃業、放置されるパターンが全国的に増加していると指摘、こう提言します。最後どうやって畳んでいくかっていうこともきちんと考えるような法整備が必要かなというふうに思います。維持管理費であったり最終的な解体費を事前に事業者さんが事業を行っている間の時期から確保できるような、そういった仕組みをきちんと国も作っていくべきかなという。全国的にも増加している廃墟化したホテルの撤去問題、莫大な解体費用を誰がどう負担するのか、早急な対策が求められています。